皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます今日から突発的に始まります「災害的音楽ニュース」ということで、えー、私は普段はですね、えー、歌声のレポート歌レポというものをさせていただいておりましていろんなアーティストの楽曲を聴きながらですねこの歌い方がどうとかこの声の出し方がいいとかですねいう話をしているんですけれどもそれと並行してですね私が日々、まあ、日本の音楽業界に起こっているニュースをですね 私が興味を持ったものを淡々とご紹介をしていくという全くもって歌のレポートはしませんけれどもですね、えー、皆さんと共に今の音楽業界がどういうふうになってるのかを一緒にね毎日行けるかどうか分かりませんけれども日々、えー、お伝えしていくことによって皆さんに知っていただくきっかけとなればということで今日がですね3月の18日第1回目ということで早速行かしていただきたいと思います。<laughs> 普段の私の動画を見てる方はね、何その眼鏡ってなるかもしれませんけれども、まあ、そういうことはちょっと置いといて今日の1つ目のニュースババン自分で言いますストーンズ、3月19日20日の宮城公演中止を発表と16日の地震の影響で東北新幹線の運転再開の見通し立たずということで。 えー、ちょっと文を読んでいきたいと、文じゃない、記事を読んでいきたいと思います。えー、人気グループ、ストーンズの公式サイトが17日、昨日ですね、えー、宮城の公演、19日20日、積水ハイムスーパーアリーナの中止を発表したと。 福島宮城県で震度6強を記録した16日夜の地震の影響で、東北新幹線の脱線事故が発生と、運転再開の見通しが立っていないため、中止を決定したということだと。同じグループね、同グループというのはストーンズですね、は全国9都市を巡るライブツアー、フィールダステ t 開催している真っ最中ということですけれども、それを発表したことによって SN、SNS 上では、ファンが理解を示す反応を次々と投稿。こればっかりは仕方ない。 それが一番最初のコメントこればっかりは仕方がない、えー、誰のせいでもない宮城中宮城中止は懸命な判断だと思う、えー、何より安全第一などのコメントが相次いだということで私は実はね今年の1月の5日に、えー、このフィールダーシティというライブツアーの横浜公演を見に行かせていただきまして、えー、まあ、それを見に行かせていただくとですねその後こういろんなところ福岡であったりとか静岡そして名古屋もありましたか、えー、まあ、この後またね 宮城と北海道と続いていくツアーだと思いますけれどもいやー、まあ、これは本当ね自信ですから本当にコメントにもあった誰のせいでもないんですけれども本当にライブというのはねその日のチケットを購入した時からその日に向けてどん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 こうねテンションが上がっていくもちろん6人それぞれもそうですけれどもこう見に行くファンの方たちのもう一大イベントなのでねもうこれは本当に。 まあ6人もねジャニーズ事務所もそうですしえ準備をしてたスタッフの方たち本当に残念だと思うんですけどまあこう新幹線脱線となるとねまあ東京から行かれる方もたくさんいたでしょうしそういう方たちがどうやって行ったらいいんだってなるえ行きたいけど行けないっていう人をまあなるべくえ出さないようにというまあ決断だったと思うんですけども非常に。 うん、心苦しいというかね断腸の思いというね言葉で言うとだと思いますけどもまあぜひね、えー、今回はまあちょっとこう中止になってしまいましたけれども延期じゃないもんね中止になってしまいましたけどもなんとかね今回チケットを取れた方たちが見れるような形をね SixTONES、まあ、も考えてるんじゃないかなと思いますけれども、うん、まあでも何よりねもう自分たちの健康、えー、が第一ですから。 無理して行ってっね体調を崩すとかこう危ないところ行って怪我するとかっていうことは本当にあってはならない、えー、ことですしまあ今回の地震でもね、えーまあ、ニュースにもなってますけれどもなってないところでもね精神的なショックであったりとか、えー、体的な、ね、痛みを伴っている方もいるかも分かりませんしまあこれからもまた来る可能性も、えー、日本全国どこでも可能性ありますので皆さん引き続き気をつけていきたいというふうに思いますしマストンの本当今回残念でしたけど宮城公園はね、えー、引き続き6人もぜひ。 体調を整えて頑張っていただきたいなと思いますさあ次のニュースいきましょうダンこんな感じでいきますよ大体3本ぐらい行きますダダダンののちゃんこと村方ののかちゃんがベイビーシャークを歌唱遊び歌アルバムも同時配信ということでこれはねホットな情報です3月の18日朝の4時に解禁の情報ですよちょっと読んでいきましょうののちゃんこと村方ののかちゃんが歌唱する同様 ベイビーシャークが本日3月18日に配信リリースされましたとベイビーシャークというのは欧米でキャンプソングとして長く親しまれているドイツ発祥の童謡皆さん知ってますかこの歌 YouTube をきっかけに全世界でブレイクしワールドワイドな人気を誇っていると、えー、ののちゃん歌唱のベイビーシャークはバンダイナムコエンターテイメントが配信するアップルアーケード版太鼓の達人ポップタップベストで ベイビーシャーク太鼓の達人ポップタップベストフィーチャリングののかちゃんとしてプレイすることができるタイトル長いですねポップタップビートフィーチャリングののかちゃん <laughs> また同じく本日18日にののちゃんが歌う遊び歌5曲を収録したアルバム「ののちゃんと遊ぼう楽しい手遊び歌」が配信リリースされたと えー、本作は1月に発売されたセカンドアルバム、ののちゃん3歳子供歌の DVD に収録されていた遊び歌を音源化したもの、アルバム発表、発売後に音源化を求めるファンの声が多数寄せられたことから、今回配信リリースされる運びとなったということで、村方ののかちゃん、私もですね、去年、えー、初めて見させていただいても、びっくり、<laughs> ちょっとせ、むせてしまいました、失礼しました。びっくりして、 あのこれね、セカンドアルバムが今年の1月発売されたって書いてますけど、去年のファーストアルバムは私、発売日に購入させていただきましてですね、まあ、あの歌レポという動画の中で解説もさせていただきましたがあの、ただただね、小さい子が上手に歌うというところもすごいんですけど、それだけじゃなくてですね、ボイストレーナー的に見ても、すごい歌唱力を持ってると思うんですよね、音感、リズム感も含めて、なのでね、まあ、1枚目のアルバム、実は私、結構あの、持ち歩いて聞いてたんですけども。 このののかちゃんが今回ベイビーシャークを歌唱って書いてますけどねさっきも言いましたけど皆さんご存知ですかベイビーシャクチュチュルチュチュチュベイビーシャクチュッチュルチューっていう歌その後ベイビーシャークがジージーシャクチュチュジュジーチですよジージージーシャクチュおじいちゃんその次バーバーシャクチュッチュチュチューってなんかこうリズムのあるねまあ踊りもこうなんかつけて歌うような曲だと思うんですけどこれね あのうちの子供もまだ今7歳なのでね何年か前までそれ聞いてましたけどものすごい耳に残るんですよこの歌が <laughs>、ね、これあの元々がドイツ発祥の童謡だったっていうのはね知らなかったです欧米でキャンプソングとして長く親しまれてるって知らなかったんですけどキャンプでこれどうするんでしょうねベイビーシャクチュチュチュって言いながらなんか肉を焼いたりするんじゃないですかねわかんないですけど。 そうだからもうファーストアルバムののかちゃんの聞いた時にねそうさっき言ったの歌のうまさもあるんですけどねやっぱりこうなてうんですかねちっちゃい子特有のというか声の出方のなんだろうなう大人は真似できないあの響き方とかね、えー、それでいてののかちゃんの歌の中に、ね、ちょこちょこ,こうセリフみたいなのが入ってくるんですけどそこの言い回しもね本当にピュアで。 あのその1枚目のアルバム何回か聴きながらぐっと泣きそうになったりするんですけど皆さんももしねベイビーシャークそれから今日改めて配信が始まる「えー、ののちゃん3歳子供歌」というアルバムに入ってた DVD の方の音源だけが、えー、今日から配信リリースされるということですのでぜひねご興味ある方は聞いていただきたいと思います本当に心が現れるというのはこういうことだと思いますさあ3本目のニュース今日の最後のニュースいきましょうダン これはね心配、リトルグリーモンスター略してリトグリー、マナカさんが活動を休止、突発性難聴と診断というニュースでございます、えー。読んでいきましょう、リトルグリーモンスターのメンバー、マナカさんが突発性難聴と診断され活動を休止することを15日ですね、3日前、公式サイトを通じて報告したと。 えー、そのサイトではこの度メンバーの真中が体調不良のため医師の診断を診察を受けたところ突発性難聴と診断されましたと耳鳴りが発症し、うん、耳鳴りなどが発症し今の状態では満足のいくパフォーマンスができないためしばらくの期間全ての活動を休止し治療に専念させていただくことにいたしましたともうちょっと読みます、えー、カレン・マユ 真中朝日の4人で選曲や演出の意見を出し合いながらスタッフとともに準備を進めてきたリトルグリーモンスターライブツアー2 i v e t w i t t e r 2 0 2 2 j ーニー,、ねはい、ー,ニーについてはツアーを楽しみにしてくださっているファンの皆様の思いを裏切ることをしたくないという強い覚悟により結成から9年間いつも歌を通して思いを伝えてきたリトルグリーモンスターの姿勢を貫きカレン、マユ、朝日の3人で開催いたしますと。 伝えたと、えー。これに伴い、当初予定していたアルバムツアーからリトルグリーモンスターの音楽の歴史を皆様の人生の思い出の目次として一緒に紐解いていただけるような演出内容に変更の上リトルグリーモンスターチーム一丸となってお届けいたします。なるほど、えー。音楽で皆様の心に彩りを届ける新たな旅、ぜひライブで体感していただけますと幸いですとメッセージしたと。 えー、なおライブを含めた当面の活動は引き続きセリナさんは休養させていただきカレン・マユ朝日の3名で継続してまいりますとしたということでいやーもともとね5人組のリトル・グリー・モンスターという皆さんもご存知だと思います紅白歌合戦にも出てね、えー、素敵な歌を披露してくれてますけれども、えー、セリナさんは今ねずっとお休みをしてるところでしたけれども、えー、今回マナカさんが 突発性難聴ということでこれ最近よくね聞きますよねまあどううと剛さん k i n k i k i のねもうそうでした、えー、浜崎あゆみさんもそうですあと氷室京介さんなんかもねそういうな突発性難聴という話で、えー、ねニュース出てましたけれどももうこの名前の通り突発性ですから。 何が原因とかねいつなるかとか年齢とかも本当に関係なしにこういうふうに起こってしまうことなので愛香、まあ、さんにはじっくりとねこうお休みしていただきたいんですけども私がねこのニュースを見ててねその3人でツアーをやっていくっていうニュースを最初に見た時にいやだって5人でこれね言ったらこう声を合わせて歌ってるグループですから1人芹ナさんが抜けただけでもすごく大変だったと思うんですけどそこでもう1人愛香さんが抜けてしまうということは。 これまあ一人一人の,このねうん歌うパートのもちろん増加もあるでしょうしハモるところもハモれなくなるところもあるでしょうしまあ今まで準備してたものを一回4人だった映像を3人に変えてやるわけですからいや相当大変だと思うんですけど今ねこうあの細かく読んでいくと今までの,その4人で作っていたものをちょっと変更してえ今まで。 皆さんの人生の思い出の目次として一緒に紐解いていく、l i t t l e g r e e の音楽の歴史をね、というような形で、まあ、3人の、えーまあ、ライブをやるというふうに書いてますから、ちょっとまあやりやすくなってるかもしれませんけど、そもそもね、私はですね、実はまあ、歌レポというのを始めて1年以上経つんですけど、このリトルグリモン r e のことはね、ちょこちょこ、 まあ勝手にですけどおお話をさせててていいただいておりましてあの楽曲を聴いてお話をしたりっていうこともねテレビ番組なんか見ながらっていうのもあるんですけどあのね本当これはもう私の独断でねファンの方たち聞いたらもう嫌な気持ちになるかもしれないですけど5人とも本当にね声の出方もいいしそれぞれ特徴もあって素晴らしいと思うんですけどなんかこう5人でバーンと歌った時にね、まあ、私がテレビで見てるだけの印象ですよなんかすごいしっかり きっちりやろうやろうっていうところがすごくこう前に出ててですね絶対にもともと歌を歌うのが楽しみで5人ともねやってる活動だと思うんですけどちょっとこうね窮屈な感じに見えてる部分がね前々からあってですね もっともっとこういやまあそう何が理由っていうのもね私は勝手に外から言うのも想像で申し訳ないんですけどもやっぱりこう周りのスタッフの方たちもお仕事ですからねもっとこうしてやろうああしてやろうってこう5人にいろんなこと言って活動してると思うんですけど本来やっぱり音楽って音を楽しむじゃないですか感じがねだからねもっともっとこう自由にやらしてあげたらより5人の良さが出るんじゃないかなみたいな ことをずっとね、まあ見てたり、こうちょこちょこお話ししてきたところに、まあセリナさんのお休みがあったりとか、まあ今回マナカさんのね、えー、休養が発表されて、まあそれが理由っていうことの一つになってるかどうか全く分かりませんよ。ただ私は本当に、まあ一自分でも歌ったりもしますので、えー、並べちゃいけないですけど、リトル・グリー・モンスターと同じようにこう歌を楽しむ人としてですね、自分でもこうプロになろうと思って、高校を卒業して音楽の専門学校行ったときに、やっぱりね、 その先生が4人ぐらいいたんですけど、とにかく楽しく出せばいい声が出るんだという先生とそれが厳しく「あらららら」って「違う」みたいなこう先生とで、ねまあ、みんなで同じ20人ぐらいでレッスンを受けるときにね、まあ、自分でもその1人としてね他の人の歌を聴いてるとねやっぱりこう厳しい先生のときにはちょっとみんなちゃんと歌おうと思ってこうね萎縮しちゃうというかこう丁寧にやりすぎちゃうとか。 っていうことによってね、やっぱ出にくくなってる場面をたくさん見てて、私もまあ歌の先生としても18年ぐらいやらせていただいてるんですけど、まあね、プロを目指してる子とはまた違うと思いますが、レッスンの中ではね、基本的にやっぱ楽しい空気の中でやらないとね、心地よく声出すって難しいんですよね。だからまあ私はメジャーデビューもしたことないのに偉そうに言えないですけど、リトルグリーモンスターの5人は見ててですね、 もっともっとポテンシャルも発揮できると思うしやれると思うんだけれどもちょっとこう窮屈な感じに見えてねうん本来もっと5人はね楽しくいい声を奏でられるような気がするんですけどまあお仕事というのもありますけどちょっと苦しそうに見えてた,たなっていう部分もあったので、ねまあ、今回まな、あ、かさんも突破性難聴で休養ということになってまた3人でライブをやるって、まあ、素晴らしいことですけども 勝手な願いですけどね、ぜひちょっとね、3人がやること自体もすごい大変なわけですから、周りのスタッフもね、頑張れ頑張れと行かずに、楽しめ楽しめって言ってもらって、もうね、あの3人になった以上ですね、まあ、5人でやるハーモニーはもうどうしたってできないわけですから、ぜひ3人にはね、まあ、私が言ったところで届くことはないと思いますけども、無理せず、えー、楽しく3人でしかできないね、えー、こともきっとあると思いますので、 前向きにやっていってもらいたいなということを細々とこんなとこから思ってますよということで、えー、今回のですね最画的音楽ニュースは3本立てでお届けさせていただきました、えー、今日からですね一応始めさせていただきましたけれども冒頭に言ったように毎日できるかどうかわかりませんが私が気になるニュースがポンと出てきた時にはですね、えー、こうしてお話をさせていただこうと思いますまた YouTube の方にはですねコメント欄というのがありますのでまあ最近のニュースじゃなくてもですね このニュースについてぜひお話ししていただきたいというようなことがもしありましたらですね大変お手数ですけれどもそのニュースの アドレスというんですかね、リンクを貼っていただいた上でですね、コメントの方に書いていただきますと、私がそれを見て興味を持った場合に、えー、お話をさせていただくことになると思いますので、えー、どうぞお気軽に今までも書いたことないよという方もですね、えー、こんなニュース見ていただきたいですのがあれば、お知らせいただけると非常にありがたいなと思います。ちなみに、私が今まで他にね、やっている動画、歌レポという中では、皆さんからいただいたコメントにすべて返信をさせていただいておりますけれども、この災害的を 音楽ニュー今日から初めてだからごめんなさいね。災害的音楽ニュースに対するコメントに対しては、基本的には返信はいたしませんけれども、読みましたよという合図に必ずいいねのボタンは押させていただきたいと思います。それをもって私が読んだなというふうに確認をしていただけたら嬉しいなというふうに思います。えー、ということで、今回は急に始まりました。2022年。え ?2022 年。 3年ですよねここにきて急に面がわからなくなるという皆さん大ハプニングが私の中で起こってしまいました2023年令和4年、えー、3月の18日全部怪しいですね「災、え、害、ー、的音楽ニュース」第1回をお届けいたしました皆さん、えー、長い時間になりましたが最後までご視聴誠にありがとうございました。